私、福山哲郎は本日10月5日、民進党に離党届を提出をさせていただきました。入党する際に安保法制に賛成しろと条件を付されるように政党に行くことはできないことは自明です。最終日の本会議におきまして、立憲主義と民主主義を取り戻す戦いはここからスタートします。森友学園の問題とかにおかしいと普通の感覚で思う方たち、別に右だからでもありません、左だからでもありません。私は本当にこの立憲民主党をど真ん中の政党として、これから国民の皆さんに育てていただきたい、そう思って立憲民主党に参加をして選挙を戦ってまいりたいと考えます。